チャンネル。ハロー。晴天。今日はですね、ゲストが来てます。こちらの方です。左サイドからボンジョルの長友佑都です。グラッツェ。初めて会えた。偽物です。アモーレ橋本です。遠かったかな、日本まで。いや、遠かったですね。ロシア経由で17時間。実際はどこから来たんですか？実際はですね、エイプ町から来ました。ものまね芸人ずっとやられてるじゃないですか。どっちがいい？降りた方がいい。どっちがいいかな。じゃあ降りましょう。一回インテル降りてる。あ、ずるい。降りました。チキチキ固めてきてる。ものまねをずっとやられてるでしょ。あれこれ6年ぐらいやってます。サッカーの人のものまねじゃないですか。サッカーのものまね芸人の人は本当にサッカーも上手いのかっていう検証なんです、今日。私がですね、ど素人中のど素人。あ、サッカー聞いてない。全くないんです。だからこの私に負けるようなことがあったら、もうものまねしちゃいけないっていうぐらい死活問題だと思うんですよね。でも僕あの小中高ちゃんとスポーツやってました。え、何やってるんですか？小中高卓球部です。どけ。一番最初はね、リフティング対決ってボールがあります。ちゃんと持ってきたから。 あ、 ありがとうございます。ミラノからボールです。ちっちゃくない？これ何ですか？セリアはこれだけど。え、みんなこれでやってんの？違ってる。手また黒やん。私からいきます。ちょっと4回やね、今。超ブサイコ顔。顔関係ないでしょ。じゃあ、今顔に当たったから4回やな。え、そう、あり今のそんなの。あるですよ。お体幹鍛えなくていいよ。すべてに全力いいよ。マサオ。いきます。もう。よか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 。あはは。フェンスの中入っちゃった。管理員さんに取ってもらいました。サドンです。サドンです。ゴー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 オーカーだ。3。どんな数え方したの今？今ね、ちょっとスーパースローで確認してもらうと分かるけど、はい、ここに1回当たった。あ、それ言ったら俺ここ3ぐらいだと思う。ほんに、はい、今何回だった？いや、7か。7、ほら、7。顔に当たったら1プラスして8。どれ5。5。ここにあったのが3。8。さあ、どうなんでしょう。はい、やもうええわ。次のゲームで。そうですね、決めよう。じゃあ、次のゲームはまた次回。次回かい。ものまねだけ。ああ、いいよ。じゃあ、長友選手って言ったら体幹が素晴らしい方なんで、じゃあ一緒に体幹ものまね。まず大きく胸を広げてください。両肘を90度に上にこう持っていきます。最後につま先をね、ぐーっと伸ばしたらストップ。できました。広背筋を伸ばしてる運動と思いきや、キックオフ前に吉田麻也選手と長谷部選手に挟まれて国歌斉唱してる時の長友佑都です。こうやって肩やってるってこと？そうそうそう。これ取れたからいいでしょ。ありがたいよね。最高の目が出ないと帰れませんし。やった、娘だ。1、4つ。アルマと聞いたんですよ。いただきます。どうも食べてた。肉離れしたって。え、これ本当にあるシーン？いや、ないけど。